北後稽古、母は強し、助けを期待するより、自分で頑張る俳優の北後稽古が17日、都内のスタジオで人気アニメ、アンパンマンの劇場映画最新作、33作目、それいけ、アンパンマン、ドロリンと化けるカーニバル、6月24日公開の公開、アフレコイベントに登壇。困った時に助けに来てくれる。 自身にとってアンパンマンのような存在は、という質問に、いないですときつぱり、自分で頑張りますと、母は強しない一面を見せた。1988年10月からテレビアニメがスタートし、翌年の89年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に愛と勇気を届けてきたみんなのヒーロー、アンパンマン、北後は、 子供生まれてから再び勘る機会が増えて、毎日お世話になっていたと、アンパンマンそのものには助けられていたようだ。今作の舞台は、どんなものにも変身できる、可愛くて愉快なお化けたちの街の楽しいお祭り、バケールカーニバル。変身が苦手なお化けの男の子、ドロリン役を演じた北語だが、実は、お化け屋敷が苦手と告白、ジェットコースターもだけど、 自分でチケットを払ってわざわざ怖い思いをする意味がわからない。どういうシステムとクレームをつける一幕も。また、北語といえば女の子が変身する作品、セーラ・ムーンでデビュー。この世界に入った時の最初のお仕事が自分自身の人生を変えた。初日は何も知らない学生だった自分が1年間しごかれて撮影の段取り、お芝居について勉強していった。 一年間、鍛えてもらったのはいい経験だったと、自身のターニングポイントを振る。